千円紙幣。千円紙幣は、日本銀行券、日本銀行だ関券を含むの一つ。千円券、千円札ともいう、額面千円の紙幣。現在発行されている、日本銀行券では、最小額面である。現在発行されている千円紙幣は、2004年、平成16年から発行されている、野口秀代の肖像の引号券である。他に、 かつて発行された、交号券、B 号券、C 号券、D 号券があり、これまでに発行された1000円紙幣は、前後種類存在する。第二次世界大戦後のインフレーション解決のための、金融緊急措置令などの新円切り替えが行われる、以前、9円の最高額紙幣。1941年、昭和16年に製造を開始。1942年、 昭和17年の大蔵省告示で発行の宣言をしたが、これは紙幣を発行する権限が大蔵省から日本銀行へ移管することを理由とした形式的なのものである。移管した後では大蔵省が吸った紙幣を発行することができないからである。そのような事情で発行されたため、発行後数年間は日本銀行に施蔵されることになる。そして、 終戦直後の1945年、昭和20年8月17日に、他の新紙幣の発行と共に流通が開始されたが、新円切り替えに伴い発行から1年も経たず、1946年、昭和21年3月2日限りで執行した。製造数は810万枚、うち発行数は不明。執行後も、彰子を貼り付けて臨時に信用し危険。 新円の代わりとする、少子調布銀行券が発行され流通、通用した。この、少子調布銀行券も、新円の流通拡大に伴い、1946年10月末に、失効した。なお1000円の新券 A1000 円券は、結局発行されなかった。このように、高1000円券は短命な超高額券であった。発行枚数が少なく、かつ、 高額券輸えほとんど回収されたため、減損数は多くない。現在、2014年の価格に換算すると、約180万円ほどの額に相当する。日本銀行打貫券と表記されているものの、発行開始時点で、すでに紙幣による金塊の打貫は停止されていたため、事実上の俯瞰紙幣であった。インフレーション抑制を目的とした、新円切り替えでは、 新紙幣、英語券が新たに発行されたが、1000円券の発行は見送られた。よって、当時の最高額面券は A100 円券であった。しかしその後もインフレーションは進み、A100 円券の発行量が著しく増大して、より高額面の紙幣が必要になった。また粗末な作りの英語券の偽造が横行したこともあり、B1000 円券は、 他の B 号券に先駆けて1950年に発行された基番号にアルファベット1桁または2桁数字6桁アルファベット1桁の形式すなわち A123456 バイトや AB123456C のような現在同じ形式が採用された初の日本の紙幣である印刷技術の向上により B1000 円券の偽造 一マイナス三十七号事件などが多発したために新たに発行された。スカシは、肖像と同じ頭白文だが横顔になっている。初期の基番号の色は黒色だったが、百二十九億六千万枚を発行して、基番号が一巡したため、1976年、昭和51年4月発行分から、基番号の色が青色に変更された。 B1000 円券と C1000 円券は同じサイズであったが、この D1000 円券はそれらより長辺が 14mm 短くなった。あとの E1000 円券もこの D1000 円券のサイズを踏襲している。各額面の D 号券からは、肖像に文化人が採用されていて、1000円券には夏目漱石が選ばれた。初期の木番号の色は黒色だったが、 129億6000万枚を発行して、基板号が一巡したため、1990年、平成2年11月1日発行文から、基板号の色が青色に変更された。1993年、平成5年12月1日発行文から、基板号の色を褐色に変更するとともに、マイクロ文字、紫外線発行ンキ等の偽札防止技術が施されている。 この褐色基板号も百二十九億六千万枚を発行して基板号が一巡したため二千年平成十二年四月三日発行文から基板号の色が暗緑色に変更された暗緑色基板号の紙幣については製造者が当初は大倉省印刷局二千一年平成十三年五月十四日発行文から財務省印刷局二千三年 平成15年7月1日発行文から国立印刷局の3種は、偽造防止技術には、光学的変化インクを除き、D2000 円券に使われたものが多く採用されたが、このうち、パールインクは券の左右両端に配置されているほか、この券ではさらに、左下の先像模様に重ねて、1000円の文字として印刷されているのが特徴的である。また、 新たに表から見て、右側に用紙を薄くして、月を入れた、月入れバーパターンが採された。1000円紙幣には、月入れは1本入っている。また公式に発表されていないが、表面と裏面に本、に、ほ、ん、日本のカタカナが、シークレットマークとして入っているほか、2000円紙幣に、引き続いて、有利音も採用されている。裏面の逆さ富士は、岡田紅葉の、 古飯の春というモトスコの写真を元にしたものであり、D5000 円券とデザインを若干変更し、松の代わりに桜が描き加えられている。基板号は発行当初黒色で印刷されていたが、129億6000万枚を発行してその組み合わせが枯渇したため、日本銀行と財務省は2011年7月19日より基板号が褐色の券の発行を開始した。 さらに、この褐色基板号の件も129億6000万枚を発行して枯渇するため、2019年3月18日発行部により、紺色に変更されることとなった。日本の紙幣において、基板号の組み合わせの枯渇によって2回連続で基板号の印刷色が変更されるのは、史上初めてである。前代の D1000 円券では、黒色青色和色、暗緑色と、 基板号の印刷色が変更されているが、青色褐色の変更は、基板号の組み合わせの枯渇ではなく、ミニ改札に伴うものであり、C1000 円券、D5000 円券、E5000 円券、D1000 円券、E1000 円券では一回基板号の印刷色が変更されているだけであるため、偽造などを防止するためスカシが使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。